大正時代の名船20世紀前半の名船馬織名船は平織りしたかすりの絹織物。鮮やかで大胆な色使いや柄行きが特徴の先染め織物である。本来は上物の絹織物には不向きなくず眉や玉眉から引いた太めの絹糸を横糸に使って密に織ったものを刺し、絹物としては丈夫で安価でもあった。 幕末以降の輸出用木糸造産で大量の規格外眉が生じた関東の養蚕、絹織物地帯で多く作られ、名船の着物が大正から昭和初期にかけて大流行した。伊勢崎、秩父に始まり、これに足利、八王子、桐生を加えた5箇所が5大産地とされている。柄は、 従来の和風のものにとどまらず、アールデコやキュビズムなど西洋芸術の影響を受けたものも多い。名船の生産や流通は洋装化により衰退してはいるものの図柄の文化的、美術的価値は高く評価されており、足利市立美術館やイタリアの首都ローマで展示会が開かれたこともある。もともとは主に関東や中部地方の洋産農家が、 売り物にはならない鉄紬糸を使用して自家用に作っていた紬の一種であった。江戸時代中期頃から存在したが、当時は太り、目線などと呼ばれ、柄は単純な、縞模様がほとんどで、色も地味なものであった。明治になって身分制度が改まり、一般庶民に課せられていた医療素材の制限がなくなると、庶民の絹に対する憧れも相まって、 日常儀においても着ぬものが主流となった。また、女性の社会進出が進んだものの、服装においてはまだ和装が圧倒的に主流であり、社会の洋風化に追いついていなかった。このため、女学生や職業婦人などの外出儀や生活儀として洋服に身をりしない洋風感覚を取り入れた着物である名戦が広く受け入れられることとなった。当初は、 ひらがなの、名船であったが、1897年、東京三越での販売にあたって、各産地で、命名責任を持って、選定した品ということで、名船の字を当て、その後、命名,名本族を超越したものとの意味で、繊維の字が当てられて、名船となったという。百貨店の秩父名船宣伝会1906年に、家族女学校が、 学習院と併合した後、1907年に学習院長に就任した野木マレス家は、女学生の過敏な予想を有料して、服装は、名船以下のものと定めた。これを受け、伊勢崎のご副将と畑屋が共同して、名船には、違いないが、それまでの地味なものとは違った、色鮮やかで多彩な柄の模様名船を生み出した。 これが女学生たちのニーズと合致して大流行となり幅広い年齢層の女性に広まっていき西の梅市東の名船と言われた大正末期に行われた街頭風俗調査では和服で歩いていた女性のうち約半数が名船を着ていたとの記録もあるこの新しい名船の普及によってクズ糸ではなく高品質の絹帽子を使ったものなども登場し 高級品から人権を使用した安価なものまで、名戦の中でも、品質の幅が生まれていった。また、技法の発展に伴って、ミリダーテと呼ばれる、太島や、矢がすり、小ぶりの飛び柄などから、次第に大柄で大胆な柄や複雑な柄のものも、作られるようになり、使用される色数も増えていった。第二次世界大戦後、まだ着物と洋服とが、 日常着として並立していた時期には、銘仙はさらにモダンなデザインを取り入れ、1950年代には最盛期を迎えた。その後、ウール着物の登場によって、かすりなどの日常着物は、銘仙からウールに変わり、また、洋装の普及によっては服が特別な機械だけのものとなると、新たに生産される着物の色柄は、銘仙以前の古典的なものに戻っていくこととなる。 古くは、貧しい者が着るもの、部屋着などともみなされていため、現代でも、稀にそうした見解を持つ高齢者もいるが、1990年代、後半から、アンティーク着物のブームが起こり、名船は、その代名詞とも言える存在となっている。アールデコやキュビスムの影響を受けた、現代にも通用するポップでモダンながら生きや大胆な、色使いが人気を博し、おはしょりを作らず、 ついたけで着たり、洋服やブーツと合わせて自由にコーディネートするなど、対象ロマン着物と呼ばれるジャンルを形成している。様々な名線染色された折り糸を意図的にずらし、色の境界がぼやけたような効果を出す、かすり技法を用いる。そのため、写実的な表現には適さない。伊勢崎名線は、平洋ガスリの技法を用いた、鮮やかな多色使いによる手の込んだ柄が、 代表的。1950年代には一旦の中に24色の糸を使用したものもあった。五大産地の中では最大の生産量を持ち、銘仙の中では高価な部類に入る。1975年に伝統的工芸品に指定されている。布の裏表が同じように染色されているため、繰り回しがしやすい。植物柄が多く、 縦糸と横糸の色の組み合わせによっては、玉虫色の光沢を持つ。1908年、坂本総太郎により、秩父名船の、開始なす船の技法が特許を取得し、2013年には、伝統的工芸品に指定されている。西の西人、東の紀流とも言われる、絹織物の名産地であり、高級絹織物である、お召しを模して、年始を用いた。 お飯名船が作られた。小ぶりの柄行きが特徴。北の常富が1928年に制作した、足利本名船の宣伝ポスター開始より発祥の地、半平洋ガスリの技法を用いる。ポスターや絵はがきなどの広告に、伊藤晋水や山川周法、かぶらききよかたの美人画を起用して、全国展開するなど、販売を担う百貨店と組んで大々的な、 マーケティングにより知名度を高めた。昭和2年には、足利名選会を発足させ、足利本名選として、ブランド化を図った。現在では、織物としての足利名選は生産されていないが、その図柄は、祭りのライトアップなどに生かされており、足利商工会議所が、約500点の名選柄を、データベース化して、地元企業に提供している。 絹帽子で折られたカピタン名旋平織ではなく、ドビ意識で細かい呪文を織り出す、カピタン織と呼ばれる技法を用いたもので、カピタン名旋とも呼ばれる。現在ではほとんど生産されていない。ありがとうございます。